現在の航空自衛隊において運用中の F2 戦闘機は、四方を広い領海や排他的経済水域に囲まれている日本の地理的な特性を反映し、自国で保有する戦闘機の中でも最も多い対艦攻撃兵装を搭載可能な機体として知られているよね。F2 戦闘機は主翼の先端部に2箇所、主翼の下部に8箇所、胴体下に1箇所の合計11箇所に兵装の検下が可能であるが、対艦攻撃時にはここに最大4発の空対艦ミサイルを装備して任務に従事することが想定されているな。この空対艦ミサイル4発を装備する場合でも F2 戦闘機は同時に空対空ミサイル2発も携行が可能なため、最低限のセルフディフェンス能力も兼ね備えており、作戦行動の幅を広げることに貢献した機体となっているぜ。幅広い作戦に対応できる万能型の戦闘機ってわけだね。さて今回は、日本の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機開発問題について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。F2 戦闘機はアメリカの F16 ファイティングファルコンをベースにしつつ、機関部は単発でありながらこれだけの対艦攻撃能力を獲得しており、日本の国情に合わせた仕様を実現したという意味でかなり稀有な存在とも言えるんじゃないかな。ただしこうした仕様を F2 戦闘機が実現できたのは、三菱重工業者を中心とする日本の防衛産業各社の緩まぬ研鑽の賜物であり、政治マターで F16 ファイティングファルコンをベースとせざるを得なかったことをなんとか形にしたものなんだ。日本企業の創意工夫が生んだ日本のための戦闘機ってことなんだね。本来であれば当時でも大型の空対艦ミサイルを4発も同時に搭載が可能な機体であれば、ある程度の機動性も確保しつつ、その重量を考慮して総発の機関部とすることが定石と思われるが、与えられた制限内で要求を満たしたわけだな。こうした F2 戦闘機の開発の経緯を踏まえて同期の2035年前後での退役に際し、それを代替すべき次世代戦闘機についても、完成後に日本側の意向に沿った自由度の高い改修が行えることが大きなテーマとして掲げられてきたよ。そうした意向を織り込みながらも日本は太平洋戦争後の戦闘機開発が全てそうであったように、やはりアメリカと共同開発を行うことを前提に次期戦闘機への取り組みを進めており、その方向が確実とみなされてきたんだ。あくまで日本側が開発の主導権を有すること、完成後の改修などにおいても任意にそれを行えることを目指しつつ、いわゆる第5世代戦闘機で西側諸国のディファクトスタンダードとなった F-35 ライトニング2を要する、ロッキード・マーチン社が技術支援先の本命と見られてきたみたい。しかしアメリカ側やロッキード・マーチン社側とはこうした日本サイドの要望が最終的に噛み合わず、次世代戦闘機開発をめぐっては戦後初めてアメリカ以外の国との共同開発を行うことが濃厚と報じられるように変化したね。浮上したのがイギリスであり、同国は自国の BEA システムズ社を中心として、現在の主力戦闘機のユーロファイタータイフーンを代替するためのテンペスト計画を主導しており、以前から日本の参画も歓迎していたよ。イギリスと BEA システムズ社が推進するテンペスト計画は2019年7月にまず、スウェーデンが覚書を交わしてそこに参画することになったが、スウェーデン自体は自国でサーブ39グリペン戦闘機を開発した経緯も持っているぜ。そのためスウェーデンのテンペスト計画への覚書の締結とは、即座に同国がテンペスト計画で生み出された戦闘機を採用することとイコールではなく、あくまで戦闘機開発の工程で生じる技術の共有という側面が強いと目されているな。第二次世界大戦後の国家としてのスウェーデンのこれまでの軍事政策は、旧ソ連現ロシアを最大の仮想敵国としつつも中立的な立場を堅持することで国の存続を貫くという形であり、それゆえに戦闘機を国産化してきた経緯があるんだ。その意味ではスウェーデンは日本と同じく専守防衛を基本に据えた軍事政策を行ってきたと言えるんだけど、あえて NATO への加盟や国外からの兵器調達を行わないことで旧ソ連現ロシアを刺激しないようにしてきた点が特殊ではあるよね。日本は自衛隊においてスウェーデンと同じく専守防衛を掲げてはいるものの、国家としてはアメリカと唯一の軍事同盟を締結し、
数多くの兵器及びそれらのシステムをアメリカから調達しており、立ち位置としてははっきりと西側であることを標榜しているんだ。しかしスウェーデンがこれまで貫いてきた軍事的な中立の政策も、今年2022年にロシアがウクライナへの軍事侵攻を強行したことで転換点を迎えつつあり、同国がフィンランドと共に NATO へ加盟することはほとんど間違いない動きとなっているみたい。これによってスウェーデンの戦闘機の調達が従来通りにサーブ等の国産路線を継続するのか否かにも注目が集まるが、NATO の標準仕様に準じる必要が生じればテンペスト計画への参画が大きな役割を果たす可能性もあるだろうな。さてテンペスト計画だけど、続く2019年9月にはイタリアが首位賞を取り交わしており、これによって少なくともイギリス以外に完成した機体を調達する国が複数となり、スウェーデンも含めれば最大で400機前後の代替需要を得るに至ったよ。日本の次世代戦闘機開発とイギリス、スウェーデン、イタリアのテンペスト計画とが、一つの開発プロジェクトに統合されるのか否かはまだ判然としないけど、日本の次世代戦闘機の調達数は90機前後と言われているね。よって仮にこれらの計画が統合されると仮定すれば、およそ500機前後の代替需要を抱えた開発プロジェクトとなることを意味し、数的には日本がアメリカと共同開発を行うよりも初期の開発コストを低減させられる可能性は高いと思われるんだ。日本の次世代戦闘機とイギリスを中心とするテンペスト計画とは、すでに機関部の実証実験機の共同での開発、そしてレーダーシステムの共同での研究を行っているが、すべてを統合した開発となるのか正式発表が待たれる状態だな。ただし若干気になっているのはテンペスト計画自体の進捗が遅延気味の傾向にあると指摘する声があることで、確かに BEA システムズ社を含む参加企業に戦闘機開発のノウハウの蓄積はあれど、いずれもいわゆる第4世代機に限定される点だぜ。第5世代機に対応できるか否かが懸念されてるってことだね。日本はといえば現行の F2 戦闘機の開発に際して、その第4世代機であっても機関部の国産化が果たせなかったわけであるから、イギリスやスウェーデンよりその分野で遅れていることは間違いないため非常に気がかりってわけだね。さらに言えばロシアを最大の仮想敵国とするイギリス等と異なり、日本が今や最大の仮想敵国としている中国はいわゆる第5世代戦闘機の国産の J20 の量産化に着手しており、対峙する戦力の厚みが全く比較にならない点があるんだ。今のロシア・ウクライナ戦争において、F-35 ライトニング2とまでは言わないが、例えば F-16 ファイティングファルコンの最新型の V 型などがウクライナに供与され、ロシア製の戦闘機に対する優位性が示されれば安心感は少しは増すとも思えるよ。しかし残念ながら今のところそうした動きは見られず、西側諸国の兵器の質がロシア製のものを確実に上回るという証明は戦闘機に関しては確認できない状況が続きそうで、日本にとって有意義な戦訓は得られそうにないんだよね。そういえば西側諸国がウクライナに対してレオパルト2等の最新の標準戦車を供与しないことに関して、いざ供与してロシア軍にそれが破壊される浮き目に遭えば、以後の輸出に支障が生じるから行わないとする理屈を少なからず目にするな。しかし輸出用のモンキーモデルだったと言われつつも、ロシア製の T-72 等は湾岸戦争やイラク戦争でアメリカの MIA ブラムスやイギリスのチャレンジャーに完敗を喫しており、射撃精度そのものに大差があるようにしか感じられないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。海上自衛隊の次期潜水艦建造計画が進んでいるんだけど、データなどは非公開となっているね。当然といえば当然だけど、スペックはどんなものなのかな?と考えてしまうこともあるよね。潜航深度が深くなれば隠密性は高まるが、浅い海域でも機動力はやはり必要なわけで、そのためには、機関である電池の性能次第ということになるんだろうな。そうだね。さて今回は次期潜水艦の性能について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2021年時点で海自が保有している最新鋭潜水艦といえば太平型だったよね。
一番艦隊ゲイは2020年10月に浸水、2022年3月収益予定になっていて、二番艦白ゲイが2021年10月に浸水、2023年3月収益予定となっているよ。大ゲイ型は前級の双流型のデザインを機構的にも踏襲した潜水艦といえ、特に双流型ラストの2隻、11番艦王流と12番艦東流の正常進化版と位置づけられるものらしいんだ。機関部の構成も同様ということからもこの事実が伺え、王流、東流と同じく大ゲイ型も機関としてディーゼル機関とリチウムイオンバッテリーと発電機を組み合わせた、ディーゼルエレクトリック方式の潜水艦で、データでは王流が、水上排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、全高 10.3 メートルで、軸出力は5600馬力、水上13ノット、水中20ノットのスピードと見られているよ。一方の大ゲイ型だけど、水上排水量3000トン、水中排水量4300トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、全高 10.4 メートルで、軸出力6000馬力、水上13ノット、水中20ノットのスピードが予測されているんだけど、一目瞭然、すべての数字が似通っているよね。こういったデータを見た場合、面白いことに気がつくんだけど、実は双流型1番艦から10番艦までの重積は軸出力は8000馬力ほどもあって、つまり機関部構成がディーゼル機関とスターリング機関、鉛製バッテリーと発電機の組み合わせだった頃は、現在より数値の上では高かったんだ。しかし、そういったカタログ数値以上に重視されていることがあり、機関構成のシンプル化と艦内スペースの増加、鉛製に比べて高速充電可能となり、持続力が向上したリチウムイオンバッテリーの採用によって、実際の運用上効率は勝るとも劣らないと言われていて、馬力が落ちても、他の要素で取り返すことができそうだな。とはいえ、この比較はあくまでも今までの海上自衛隊の通常動力型潜水艦と話で、他の国の原子力推進潜水艦と比べたら、出力やそこから生み出される水中速度などでは劣ってしまうことは残念ながら避けられない事実と言えるぜ。原子力推進型潜水艦の水中速力はだいたい30ノット以上と見られていて、通常動力型潜水艦では世界でも最高水準と考えられている海自の大ゲイ型や双流型の速度と比べると、およそ 1.5 倍以上の数字を叩き出しているわけだから、運用目的や用途はおのずと異なってくるのが当然だね。前述のように、原潜は水中速力と長時間の潜航航行が可能です。敵の原子力潜水艦に対して、日本の潜水艦のトル戦術は、特定海域での待ち伏せであり、俗にチョークポイント、チョークポイント制海権を握るために重要な海上水路と呼ばれる地点に潜んで、敵艦の行動を妨害するものと思われるよ。つまり、こちらから撃って出ることはしないというわけだね。特に海自潜水艦の場合、他国の攻撃型潜水艦は対地攻撃用のミサイル等の兵装を実装しているが、こちらは対艦攻撃用の兵装のみの実装だから、待ち伏せ戦術の傾向がより強くなっていくことが予想されるぜ。韓国の国産潜水艦のトサンアンチャン補給初期型バッチ1の場合は、通常動力型ですが潜水艦発射型の VLS を6機搭載して、攻撃型潜水艦の範疇に含まれる潜水艦でもあり、同時に対地攻撃能力の獲得を目指しているらしいと言われているよ。何度も言うけど、こうした他国の潜水艦とは違って、海自の潜水艦は純粋に敵潜水艦を含む対艦攻撃に特化した艦艇だから、傭兵思想そのものが日本領海防衛に限定されているということを再度考慮する必要があるんじゃないかな。2020年に大ゲイが浸水式を迎えるまで、潜水艦の推進方式に従来のプロペラによるスクリュー式ではなく、ウォータージェットあるいポンプジェットと呼ばれる推進方式を採用すべきという意見が一部にあったんだ。確かにウォータージェット推進方式は一部の国の潜水艦に採用されていて、例えばアメリカのシーウルフ級、イギリスのトラファルガー級、ロシアのボレー級などなんだけど、これらの潜水艦は全て原子力推進型の艦艇なんだよね。
潜水艦以外にもウォータージェット推進方式は採用されていて、例としては、レジャー用小型水上バイクや、22ノットを超える高速船の一部などにも取り入れられているし、水上艦では40ノット以上のスピードを発揮する艦艇もあるみたい。ウォータージェット推進方式は搭載している艦艇が接する周囲の水を一旦吸い上げた上で、高圧ポンプを動力源にして噴射して進む方式だけど、物理的効率はスクリュー式よりも低いから、燃費が悪い方式でもあるんだ。燃費の悪さというデメリットはあるにしても、前述したように一部の原子力推進型潜水艦がウォータージェット推進を採用している理由は、原子力という動力源が大きな影響力を持ち、一般の通常動力型潜水艦とは比べ物にならないほどの出力を生み出すからだな。別の意味で言えば、原子力を持たなければウォータージェット推進方式はあまり効果がないということになるのかもしれないぜ。改めて確認だけど、日本には原子力推進型の潜水艦はないよね。にもかかわらず、太平洋型にウォータージェット推進が採用されるかのような噂がネット上に流布した背景を探ると、2019年令和元年に千葉県の幕張メッセで開催されたマストアジア2019という展示会の影響があったのではないかと考えられるんだ。マストアジア2019で海上自衛隊の潜水艦建造を担当している主要メーカーである、三菱重工業者は将来の次世代型潜水艦のイメージ図を展示していて、その中にウォータージェット推進の採用が盛り込まれていたんだよね。この時に三菱重工業者が展示していたのは、あくまでも次世代潜水艦に向けたコンセプトイメージをアピールすることが目的だったんだろうけど、これを見た気の早い一部の人が総流型に続く新型潜水艦にウォータージェット推進が採用されると早が転してしまったみたい。この当時、潜水艦の名前は決定していなかったし、太平洋型という名称も未定な新型潜水艦だったけど、一番艦太平洋は前年の2018年3月には寄港されてたので、次世代潜水艦という表現にはそもそも合致しないよね。だから、このイメージ図を本来的な意味で次世代潜水艦だと解釈しても、建造が始まっている太平洋型ではなく、それ以降の潜水艦と考えるのが順当な判断だと思われるぜ。ウォータージェット推進は、噴出する水流の方向をノズルの向きで変更できるから、舵が不要だし、高速度を実現できるというメリットもあるから、潜水艦に実装すれば有利ということは疑いようのない事実じゃないかな。しかし一般的には25ノットまでの速度域では、従来のプロペラによるスクリュー式が動力源の約 65% の効率に対し、ウォータージェット推進ではここから 20% ほど低い効率しか実現できないと言われているよ。二つの方式のエネルギー効率は、30ノットの速度を超える時点で逆転するとされているから、最新のリチウムイオンバッテリーで水中速度20ノットほどの日本の潜水艦では、30ノットに達するのはかなり難しいと思われるんだ。今後リチウムイオンバッテリーがさらに進化して全固体化となれば、そこで得られるパワーによって現行の水中速力を20ノットからアップさせる可能性も考えられるけど、1.5 倍にもなる30ノットの実現にはかなりハードルが高いと推測されるよ。そういった課題を考えると、日本の潜水艦が通常動力型である以上、ウォータージェット推進方式を採用してもメリットはないよね。そうだね。つまり、抜本的な技術革新が実現されない限り、ウォータージェット推進が実装されることはないと思われるんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年3月から広島県呉市のジャパンマリンユナイテッド呉事業所内の修理ドックにおいて、来年度から航空自衛隊に配備される予定の垂直短距離離着陸 VSTOL 機 F-35B ライトニング2を、艦上で運用する軽空母への改修が進められている海上自衛隊第4護衛隊軍所属の、出雲型護衛艦の2番艦加賀の艦首部分の画像が12月27日に第4護衛隊軍のツイッター上で公開され、加賀への空母化改修が着実に進められていることが明らかにされたよ。出雲型護衛艦の飛行艦板の艦首部分は、
元は艦首に向かうほど幅が狭くなる大形状であったが、この形状のまま航走していると艦首付近に乱気流が発生し、短距離発艦を行う F-35 に悪影響を与えることが判明したために、出雲型護衛艦2艦においては監視形状をアメリカ海軍においてやはり F-35B を運用している、強襲揚陸艦と同じように四角形になるように改修されていたものだな。懸念される問題は全て潰しておかないといけないからね。完璧な空母として日本の海を守ってもらわないと。岸田総理は税金で防衛費を取ろうとしているけど、自民党は選挙で勝てないよな。さて今回は空母化改修中の海上自衛隊護衛艦加賀艦首部分の画像が公開されたことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。公表された画像を見ると、艦首部分の飛行甲板が横に張り出して四角形の形状となっているほか、さらに飛行甲板上の右舷艦首側にあった近接航空防御火器システムシオスの、高性能 20mm 機関砲ファランクスが撤去されていることも判別できるね。このファランクスが甲板拡張のために一時的に撤去されたのか、あるいは発艦時に邪魔となることを見越して艦橋に近い箇所に移動されたのか、そのことについての情報はないが、飛行甲板上の艦首部分では F-35B の発艦時に障害物となる可能性があり危険であるため、移動されたと考えるのが妥当であろうと見られているよ。出雲型護衛艦の空母化改修計画は、まず1番艦の出雲から始められ、2020年年度令和2年度に出雲の改修費として31億円が計上され、F-35B の発着艦を可能にするための最小限の改修が行われ、飛行甲板の4番5番スポットヘリコプター発着艦用スポット周辺は F-35B が垂直着艦することが想定されていたため、その際に甲板に吹き付けられる高温のジェット噴流に耐えるだけの耐熱塗装が施されたほか、飛行甲板には縦に赤と白が交互に塗られたセーフパーキングラインが引かれたが、これはラインより左舷側が滑走路で、右舷側が駐機スペースエプロンとする目安なんだ。飛行甲板の滑走路となる艦尾から艦首の部分には、滑走ラインとなる白黄色のトラムラインが縦に引かれ、それと交差するように引かれた2本のラインは、短距離発艦する際に F-35B の水力ノズルが下に向ける目安のショートテイクオフラインが右舷にある艦橋の前端あたりに引かれ、その250フィート先には発艦ポイントとなるバウラインが引かれているぜ。出雲にはこれらの他に飛行甲板に誘導灯が設置されるなどして、F-35B が初着艦可能となる最低限の改修が施され、2021年10月5日にアメリカ海兵隊岩国基地所属の F-35B2 機が、四国沖の太平洋上において出雲への発着艦試験を成功させて、太平洋戦争以降日本の海上自衛隊の護衛艦に初めて固定翼機が発着艦するという記念すべき日となったってわけ。出雲への今後の改修予定は2024年に2回目の改修が行われることになっていて、今回加賀に施された艦首を台形から四角形へ形状変更する工事などが予定されており、出雲については2026年度に空母化改修が終了する予定とされているね。そして、2番艦の加賀は当初の計画では、2021年令和3年3月からの定期点検で全ての空母化改修を一度に行う予定であったが、当初の計画では艦内の格納庫などの動線などについて問題があることが発覚したため、艦内の改修工事を先延ばしすることになり、今回の第一次改修は2023年令和5年に終わり、その後着艦誘導装置や温度計測装置の設置や飛行甲板上の標識等皮の改修のほか、衛星通信装置なども改修が加えられて、最終的に軽空母への変身が完了するのは2027年度令和8年度の定期検査時とされているんだ。この着艦誘導装置は、アメリカ海軍とレイセオン社が共同開発した。JPALS ジョイントプリシジョンアプローチ&ランディングシステムで、両艦への搭載が予定されているよ。JPALS って ?JPALS は GPS 衛星信号と管制広報システム INS を利用して、F-35B やオスプレイといった海上を飛行する航空機器を着艦させるために自動的に、
そして安全かつ正確に誘導する全天候型のシステムであり、防衛省は2023年度令和4年度予算ではまず出雲にのみ JPALS を搭載して、先に紹介したように加賀の分は後年度に取得する方針としているんだ。出雲型護衛艦の空母化改修予算について、日本政府は2022年12月23日に、対前年比で 26.3% 増となる過去最大の6兆8219億円もの2023年度防衛予算案を閣議決定し、それまで2023年度令和4年度防衛予算における出雲型護衛艦の改修費用として請求されていた、出雲の着艦誘導装置の先行取得費用36億円、アメリカ軍からの技術支援経費12億円。加賀の航空管制室の視認性を高めるための管制室ガラス窓変更などの工事経費、13億円など2022年の夏に出されていた概算要求に対して16億円が上積みされたよ。一方、軽空母となった後の出雲型護衛艦に搭載されて運用される F-35B については、2023年度令和5年度予算において、8機の取得費として1435億円が計上されていて、こちらもまた2022年夏の概算要求では6機を取得する予定とされていたものが、さらに2機分が上乗せされた形となっているぜ。2022年度令和5年度予算では4機を取得するとして510億円を計上していて、2021年度令和4年度予算では2機の取得費259億円、2020年度令和3年度予算では6機の取得費793億円をそれぞれ計上したため、来年度と合わせると20機の F-35B を航空自衛隊が保有することとなり、防衛省においては最終的に42機の F-35B を導入する計画だな。これら導入された42機によって航空隊が新設され、国内での地上配備先として宮崎県新富町にある航空自衛隊ニュータバル基地が計画されていて、アメリカで航空自衛隊パイロットの教育が行われた後、2024年度令和6年度から配備が開始される予定となっているね。空母化改修を終えた後の出雲型護衛艦へ搭載できる F-35B の機数はそれぞれ20隻程度とみられ、飛行甲板上への搭載を最大に見積もっても18機がせいぜいであろうとみられていて、このことから多額の費用をかけて2隻を空母に改修しても、中国海軍の空母1隻の搭載機数に満たないとして意味がないとする軍事専門家が存在しているのであるが、これは単純に搭載機数だけを見ただけの短絡的な見方なんだって。海上自衛隊の仮想敵である中国海軍は、現時点で2隻の大型空母遼寧と山東を就役させ、3隻目の福建が先日浸水して間もなく就役すると見られていて、ここ数年はミサイル防空巡洋艦などとアメリカ海軍のような空母打撃群を編成して、東シナ海から西太平洋にかけて活発に活動していて、第二海軍とも称される中国海警局の艦艇が、沖縄県石垣市の尖閣諸島に連日出没しては領海侵犯を繰り返し、軍事的圧力を強めているよね。中国は本当にやりたい放題だもんね。その一方で、尖閣諸島防衛の拠点である南西諸島で、航空自衛隊の主力戦闘機 F-15J イーグルや F-35A ライトニング2通常離着陸型が離着陸可能な、2400メートル以上の長さの滑走路があるのは沖縄本島の那覇基地のみであるが、尖閣諸島に中国軍が上陸する際には那覇基地は真っ先に攻撃対象となるとみられ、対地ミサイルの方は攻撃を受けて破壊される可能性が大きいな。那覇基地が使用不能となれば、尖閣諸島付近の空母から飛び立つ中国軍機に対し、航空自衛隊は遠い九州の基地からの往復が必要となり圧倒的に不利な状況に置かれてしまうんだ。しかしニュータバル基地の F-35B は島の短い滑走路でも離着陸が可能であり、さらに出雲型空母を南西諸島付近に配置して活用すればさらに F-35B の活動拠点が増え、離島防衛に当たることができるってわけ。この場合出雲型護衛艦は移動航空基地として運用されるため、それ自体に搭載する機数が少なくとも問題はなく、日本の離島防衛に貢献すると考えられているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。